2015年8月15日大和心得の回帰サイトも含めて、ほとんどノータッチだったのだが、第三者の専門家の分析には、ぼかしを入れている意図までが分析、解説されていることがあって並行口していたのが実態である。何でもそうだがプロはすごいな。今回はその余命分析命分析を取り上げた。昨年からの流れがよくわかる資料でもある。大和心得の回帰。国民は目にまみえる形で結果を求める傾向がある。国民にとってわかりやすい、というのは確かにそういうことである。保守支持層が安倍政権に託す最大の期待は日本を取り戻すに前切る。第二次安倍政権発足後、民主党政権時代の失政の後始末が喫緊の課題であり、実に様々な難題が横たわっていたが、短期間の間に判例を払拭しした手さばきは見事であった。しかし、この間も絶え間なく取り組んできたのは日本再生計画であり、特定秘密保護法、秘密保護法、テロ三法については、何事もなかったかのように速やかに成立させていた。この何事もなかったかのようにというのが、壊るべき安倍総理のしたたかさである差である。法の中身を知れば、反日勢力にとって致命的な脅威となるこの重要法案がいつの間にやら成立していた。という事実はただじではない。よくよく注視していれば、安倍総理が勝負に出るときは、自らを自爆すれすれのの状況に追い込むところに特質があることに気づけく、テロ法成立直前の状況を思い起こしてほしい。舞台は昨年秋の臨時国会。成立したのは11月初旬。会期入り直前の9月初旬には無傷の最強、もっと言う。戦後最長鉄壁の内閣を改造した直後であったた。打って変わって改造後の内閣は、小渕優子経産大臣の政治資金問題に始めまり、内輪問題など計8名に及び部閣僚スキャンダルに見舞われ、国会は一括期間紛糾し政府は審議そっちのけで火消しに追われた。テロ法案どころではないろではない。安倍総理の逆襲が始まったのは、会期の半分が経過した10月末である。追及の手を緩めようとしない民主党、枝野に資金問題がブメランとなって跳ね返ってきた時である。総理は、この気を逃がさず質問に立った枝野めがけて過激派組織、川丸とのの癒着を国会中継の場で糾弾し、出花をくじいたのである。閣僚層崩れ、内閣総辞職論まで浮上したピンチは、安倍総理の一撃で収束たばし、それからわずか1週間後、濁点何事もなかったかのように濁点脅威のテロ法案が成立したのである。国民が成立を知ったのはネット情報であり、メディアは不報道であったことも記憶に新しい。濁点何事もなかったかのように濁点成立した脅威のテロ法案は、その後一般国民の間では、取り立てて混乱することもなく平穏うちに功を奏したのである。これが安倍戦術の凄さである。本論に戻そう。テロ法案の中身を知れば濁点何事もなかったかのように濁点成立するほど生易しい法案ではない。冒頭に国民は目にまみえる形で結果を求める傾向があると記したが、その意味では全く目に見えないうちに重要法案を可決させてしまったである。メディアや反日野党はもとより、国民まで安倍マジックの術中に感ってしまった待った典型的な例である。実はこれこそが、安倍総理が一貫して現在も掲げている日本再生計画実現に向けた安倍戦略の真骨頂なのである。以来私は、安倍総理が自爆してまで身を挺するときは、死んだふりして大勝負に出る字だと確信を深めるようになったのである。国会では安保法案や70年談話をめぐり、一見ぎくしゃくしているようにま見えるが、こんなときは安倍総理が大勝負に出ているときだと考えている。保守支持層の多くは、安倍総理の日本再生計画に大きな期待を寄せている。しかし、一部保守支持層の中に、安倍総理の運営にある種の歯がゆさを感じている層があることを承知している。だが、これは見当違いであることを指摘するのが目的で、今回の出稿にと見切った。そもそも歯がゆさは期待値の大きさと表裏一体である。そして歯がゆさを感じる原因は、目にまみえる形で期待に対する結果が出ることを事を望む気持ちとのギャップによって生ずる一種のストレスである。つまり、はっきりと結果を示してもらいたい心理の反動である。
例えばその一つに、余命ブログによって拡散された 7.9 事案がある。7.9 になれば、日本国内に劇的な変化が起こることに大きな期待が寄せられたれた。在留カードへの切り替えがなかった在日は、不法滞在者として一斉に摘発されれ、強制送還されるところにまで話は拡大した。強制送還は5人であったが、不法滞在の方は歴然たる犯罪である。さらに、イリカンへの援護射撃として通報が国民的イベントになった。そして、およそ1ヶ月が経過した現在、大きな期待とは裏腹に、今のところ取り立てて劇的な変化は起こっていない。この例は、おそらく一部保守層が感じる歯がゆさの一因であろう。国民は請求である。だが安倍総理は、こんな時には必ず国民の目に見えないところで大勝負に打って出ているであろう、と思っていた矢先、図星だったのである。私は 7.9 以降に出稿された余命ブログを見て驚愕したのである。詳細は読者諸氏が以下の余命ブログを熟読していただくことで確信を読み取っていただくことにお任せするが、本稿では 7.9 から何事もなかったかのようにうに過ぎ去った1ヶ月、とてつもない日本再生計画が着々と進行し、在日、反日、メディアは愚かひょっとしたら政府中枢、総理側近でさえも気づかぬうちにぬうちに驚くべき罠が仕掛けられていたことを知った。以下のブログにて、体系的にまとめられているので引用させていただいた。安倍政権も徹底した目くらましたようで自爆気味の作戦を取ってまで7月8日を隠した。安倍政権が7月8日にこだわった理由は在日のあぶり出しと特定、特に韓国籍国籍の確定であった。皆さんご苦労様より日韓両国で前提の在日韓国人は韓国籍であるということを確定するため。根元から幹を切り倒すには在日の韓国籍確定は絶対必須条件であったた。7月9日からの国籍確定により在日韓国人は韓国人として住民登録されることとなったこととなった。この件、従前は韓国と北朝鮮の国籍関係がはっきりせず、北朝鮮朝鮮を国として認めていないこともあって、朝鮮籍、無国籍とか省庁間でも扱いがバラバラであったのを、2013年10月に韓国政府、在日朝鮮人全員に住民登録証送付を決定という措置により、とりあえず日本としては韓国籍に統一させた。官邸メールを始めましょうより外観罪に関する有事法制が放置されている。79after12.jpeg 安倍総理は面倒な司法改正が必要な外観罪適用の意思がないようだな。ということは有事一括処理ということになる。かなり険悪な状況になりそうだ。適用されなかっただけで、すでに破壊活動防止法や暴力団対策法、テロ3法等が整備されている。もうどうにでもなるということなのだろう。皆さんご苦労様より国籍確定と簡単に片付けているが、現実に、現時点でそれぞれの在日非がどういう立場にあるのかを知っている者はほとんどいないだろう。日韓有事に際し、在日韓国人が例外なく動員軍属という網がかけられることになったことを都になったことを理解している者はほとんどいないだろう。脅しに脅して、未更新者の強制送還をちらつかせて、実の狙いは更新者の方だったという詐欺まがいの手法で、在日の国籍を確定、居住を特定してしまったしまった。官邸メールを始めましょうより7月8日までにカード更新してください。そうしないと9日からは不法残留ですよすよ。ということで結局5万人弱の在日が未更新だったようだが、安倍総理の狙いはその未更新の不法残留在日ではなかった。79after19.jpg 約50万と言われる在日全部がターゲットだったのである。未更新の不法残留者は法で縛りがかかっている。更新在日は、国籍の確定と居住が特定されてしまった。これによって全ての在日が、一括で処理できる形が整ったのである。仲良くしようぜリストより在日一括処理の段取りさて、集団通報をデコイに、在日反日勢力の目をそらしてカード切り替え&住民登録させて韓国籍付与という日韓協調の網中に追い込み、イサムエテトーナを一つ残して戦時国際法規にのっとった処分を可能にした上で、
約50万人といわれるすべての在日韓国人を有事に敵国人として一括処理できるようにするのが鬼するのが、7.9 事案の真相だと分かりました。引用源、7.9 以降開き括弧に閉じ括弧日本再生計画第二幕指導 http://iomearchivesblog.fc2.com/安倍総理が仕掛けた最大の目くらましとは何か。7.9 事案の狙いについて、多くの在日や国民の認識は、8分の7期切りまでに在留稼働を更新しなかった在日不法滞在者摘発送還間であった。その脅し、我慢まと術中に管理、6月末段階で5万人と言われていた民更新在日は、8分の7にはわずか数千人まで圧縮され、更新率が目覚ましくアップした。ところが未更新在日の炙り出しは餌であって、戦略の本丸は更新在日、在日を含む全在日にあったのである。更新在日は国籍不明、居所不明者を問わず、全ての在日50万人の国籍が好き台帳に韓国人として記載され確定してしまったことがミソであったた。この記事に接するまで、在日はもとより国民の大半も、初めて安倍戦略の巧妙な仕掛けに気づくこととなったのである。更新は本名で登録され、一つだけの党な記載が認められていたことにも重要ような戦略が隠されていたのである。狙いは日韓紛争勃発時、大統領令一発で全在日が韓国軍属となるが、その後再在日一括処理を行うことを可能にしたのである。詳細は以下。開き括弧在日韓国人の不安定な立ち位置閉じ括弧1在日韓国人は韓国人である。2国籍に関する関係はすべて韓国が窓口となる。3紛争時における処理は国際法に基づく。4国内の処理については韓国憲法の規定により判断する。仲良くしようぜリストより紛争からの在日一括処理。トリガーとなるのは1朝鮮戦争再発79アフター 26.jpg に竹島問題を含む日韓戦争79アフター 24.jpg です。以下は、米軍を取り巻く米韓関係に関する余命ブログの記述です。完全に中国と一体化の道を進んでいるだけに、当初の2015年12月撤退までありそうだでありそうだ。米軍が機甲旅団という攻撃のインパクトの大きい、しかし撤退時には足の重い部隊から解体を始めたのは身軽な撤退が目的だ。独位艦の陸軍兵力2年間で4万人が削減予定とされているが、この中で一番手をつけやすいのが地域的に言っても在韓米軍である。ここだけで削減目標、減目標の半分がクリアできる。未空軍は削減の予定はないが、先行き在韓第二歩兵師団も解体となれば、馬在韓米空軍も海軍も自然撤退となる。口ではローテーション配備とか言っているが保証はない。米国の対応はまさに破産した親戚への対応そのものである。基地機能の破壊、閉鎖が進められていて、特に通信施設が重点的に閉鎖腐りされている。すでに韓国軍全体に、米からのソフト、ハードの更新が止められており、事実上、軍としては機能していない。一昨年露見した通信暗号不備も今もって是正されていない。GPS も商用のままで、この国は完全に破綻している。在韓米軍撤退後の朝鮮戦争再発は日米ともに内戦として関与しない方針張り。周辺国である日本は中立宣言をして、周辺海域を封鎖するとともに国内の韓国人と北朝鮮人を隔離拘束して本国に送還するだけだ。7月8日の国籍確定が効いてるなぁ。7.9、QAH よりこうしてみると、どうやら安倍総理の中で、7、8までは日本再生計画の準備段階微段階であり、本番はこれからという流れであることが消える。最初は余命ブログの公開が、敵の戦略構築の材料にされるのではないかとの懸念を持っていたが、それも取り越し苦労だったようである。すでに外堀は埋められ今更どうすることもできないところまで網はかけられてしまっているからである、しまっているからである。まとめ、安倍総理は安保法制成立によって、当面懸案の憲法9条の欠陥を憲法解釈によって穴埋めし、事実上最低限の集団的自衛権行使を可能とする。当面、憲法改正抜きで国際対応力を可能としたことによって、
憲法改正は在日、反日一括相当まで時間的猶予の引き延ばしを可能にした。在韓米軍、国連軍、撤退により、すでに紛争事案が確定している竹島をめぐる日韓有事において、在日一括処理の主導権を握った。在日の改正外国人登録法による、全在日、韓国籍確定により、共謀罪を超える反日一括処理を可能とした。安保法案の理解が遅々として進まず、支持率と反支持率が逆転し、70年談話談話をめぐっては反日左翼、徳和の横槍が証券、小坂、氏。こうした現下状況に対して歯がゆさを感じている一部保守支持層がノイラたちがわからないわけではない。だが、それこそがすでに安倍総理の濁点自爆濁点戦法に関っているのかもしれない。おそらく安倍総理は、暴発を最小限に抑えるためにハードランディングよりももソフトランディングを選択し、無傷で国家の横行を実現する戦略を精緻に計算してきたのであろう。そのためには、強硬な手段で突破するよりも、一見窮状に追い込まれた状況強を作り出すことによって相手の油断を誘う戦略を編み出したように感じられるレル。そのためには、請願成就するその日まで、在日、反日はもとより、政権中枢クルル、総理側近、夫人に至るまで真意を明かすことなく貫かれていくだろう。保守支持層、安倍支持層の歯がゆさは、すでに安倍マジックにはめられているルサイコードの政治戦略と見るのだが、いかがであろうか。投稿日、2015年8月15日作成者 PHC7960-2。